5番の柿沢一旦下がる。さあ誘導員の後ろ4番の木村に変わりました。誘導員をかわしていった4番の木村、後ろの様子を見ている。残り600の鐘。さあ4番の木村が少しペースを上げていこうというところ、9番の佐藤武史が3番手。さあ6番手から一気に行くか。5番の柿沢仕掛けていった。5番の柿沢です。さあ4番の木村も踏んでいくが、残りが1周、木村が先行ですが、5番の柿沢が一気に前を叩いていった。後ろは1番の斉藤、そしてこの後ろ9番の佐藤が続いていった。さらには2番の富澤と7番の渡辺も続いていく。後方区では6番の佐藤学です。さあ5番の柿沢先頭、2番手は1番の斉藤、3番で取り切っている9番佐藤がまくっていく。5番の柿沢先頭で4コーナーか直線、柿沢先頭、後ろから9番の佐藤武史、佐藤が突き抜けました。ゴールイン、佐藤武史です。